アス。今回は最近注目のイワパのメインアタッカーの一人ノエルで組めるおすすめの編成を5つ紹介します。調理実装後ノエルも確実に強化されています。パーティー紹介に入る前にノエルというアタッカーに関して簡単に概要だけ説明します。ノエルは岩元素の通常銃撃などをメインとしたオンフィールドメインアタッカーになります。元素爆発によって自身防御力を基準に攻撃力を上昇させつつ、通常銃撃落下攻撃などに岩元素を付与、攻撃範囲も増加します。爆発によって自身岩ダメージを強化しつつ、スキルによってシールドを生成、あとは通常銃撃などで攻撃していくのが基本の戦闘スタイルです。ノエルはメインアタッカーでありながらシールドだけでなく、シールド継続時間中に敵を攻撃することで自身防御力依存でパーティー全体を回復することができます。そのためヒーラーとしても扱うことが可能です。ノエルの爆発元素付与効果はパーティーの裏に戻っても継続するため、ローテーション的にも自由度が高いのが魅力のアタッカーです。効果もりもりのハイパーキャラと思えるかもしれませんが、もちろん使いづらい部分もあります。まず性能を生かすためには凸が必須となるキャラクター。回復効果安定発動の一凸やアタッカーとして使うのであれば、貫凸による追加の自身防御力依存の攻撃力アップ効果は必須のキャラクターになります。また自身で岩粒子を生むことができないため、エネルギー確保を他キャラクターもしくは清風などの粒子発生武器に依存することになります。そのため火力を出すためにはある程度編成幅に縛りが設けられたキャラです。ただし能力もりもりのキャラクターであるため、岩元素共鳴必須のアタッカーとしての使い道だけでなく、シールド回復効果に着眼した編成を組むことも可能です。ということで前置き長くなりましたが、ここからおすすめ編成5選の紹介です。まず紹介するのがノエルの岩パ編成。チーム全員を岩元素で固めた編成になります。千より実装後パーティー裏から火力を出せるキャラがもう一人追加されたため、ノエルの岩パ編成もかなり DPS は向上したと思います。新たきの岩編成と比べても、ノエルがシールド兼ヒーラー役を担えるため、パーティーメンバーに勝利などの安定感加工役を置く必要が正直薄く、メンバーとしては DPS 追求役を置きやすく、チオリ・アルベドのダブルサブアタッカーによって火力サポートを行えるようにします。パーティーメンバー全員が岩キャラクターであることもあり、粒子確保が行いやすく、ノエルはステータス的に火力集中が行いやすく、ローテ的にも安定しやすいのが魅力です。現状ノエルを岩パでそれなりに強く使うのであれば、チオリは欲しいところなのですが、アルベドやゴローの枠は運気にしてノエルの通常火力を高めるもよし、勝利にしてデバフと安定感確保役を務めるでも良いと思います。ただし運金を採用する場合は、パーティーによっては岩創造物の関連上、チオリは一凸が欲しくなると思います。ノエルのモノジオ編成の評価ですが、安定感は抜群でかなり戦いやすいパーティーを組むことは可能ですが、 DPS 性能で見ると現状のトップ編成などと比べるとどうしても火力は落ちると思います。新たきモノジオ編成に比べても火力は出しづらい場面が多いと思います。またモノジオのノエル編成を使うのであれば、ノエルの貫突はもちろんのこと、できればゴローの貫突も欲しい突効果になります。そのため今から1からモノジオ編成を作るのはコスパ的にも正直あまりおすすめはしないです。ただし螺旋などでも全然通用する火力は実現できますし、使い勝手の良さという部分では安定している編成ではあるため、新しい遊び方をしたい人向けにはおすすめできる編成かとは思います。続いて紹介するのがマーメイドノエル編成。現状ノエルの編成の中でも本命一番おすすめできる編成だと思っています。先ほども説明した通り、ノエルはアタッカーを担いながらシールド兼回復効果をパーティーに配れるキャラクターであるため、自傷ダメージ前提のクリーナとの相性がすこぶるよく、自身はオンフィールドで火力を出しつつ、クリーナの全体ダメージバフに必要な回復効果を補うことができます。アタッカーがヒーラー効果を担えるため、残り2枠はサブアタッカーを採用することができ、ヒエランやチオリ、アルベド、ナビアなど、サブアタッカー性能が優秀なキャラクターを採用、クリーナー全体ダメージバフ効果を最大限活かしつつ火力を出していきます。また、共鳴効果、水、岩、どちらも火力に活かすことができます。パーティーメンバーの注意点としては、チオリを採用する場合は、ノエルとの組み合わせの岩2にするのであれば、チオリの一凸は欲しい効果になります。火力性能的には特に単体火力に優れており、現状でもボス相手に対しては最高評価の DPS と評価して良いと思います。戦闘も通常振るうだけで簡単ではあるのですが、ローテーションを崩さないためにもチャージ確保は重要です。現状ノエルアタッカーの中でも一番おすすめする編成です。
続いて紹介するのがモノハイドローノエル編成。こちらもマーメイドノエル編成ではあるのですが、ノエルをヒーラー兼バッファーとして使うちょっと変わった使い方の編成です。先ほどと同様、フリーナの全体バフ効果を活かしながら水火力をメインに DPS を稼ぐ編成です。今までのノエルメインアタッカー編成と違い、ノエルへの火力比重は少なめであるため、セーフかつ UQ4 セットで自身のエネルギー確保かつパーティーのエネルギーサポートおよび UQ4 セットで水火力をバフしていきます。この編成、水キャラが3人であるがゆえに爆発ローテーションがかなり安定します。ノエルの清風でのサポートも考えると、ユクアキ、クリーナ、イエランの全員がチャージ武器、チャージ時計を捨てて火力集中ビルドを組むことができます。またノエル自身の火力比重が少ないということは、貫突効果が必須ではなく、回復が安定的に発動できる一突があれば十分です。難点を挙げるであれば、サブとして優秀なキャラがこの編成に全員奪われてしまうこと、突が進んでない時点からノエラーになりたい人にはおすすめできる編成です。続いて紹介するのがノエル超開花編成。せっかくなので今回はノエル以外を全員神で埋めてみました。超開花ユニットのオンフィールドアタッカーをノエル2に合わせる編成で、超開花火力をメインにノエルもオンフィールドで火力を出していきます。ノエル以外の超開花を起こすメンバーは割と自由であるため、持っているキャラでパーティー自体は組んでいけば良いと思うのですが、一応ノエルが全体ヒーラー効果を有しているためフリーナと組み合わせることが可能。またノエルがヒーラーを担えるため、忍や金箔リサでなくとも超開花を頻度高く発動できる熟知雷電を採用しやすくなります。ただし超開花編成は無難に強いのですが、ベストな選択肢となる場合は少なく、個人的にももう少し火力が出るかなと感じたのですが、岩パと同等程度でした。どうしても岩元素キャラがノエル一人になってしまうため、安定的な爆発ローテのためには清風などのチャージ武器を持つしかなく、思った以上にノエル自身の火力の伸びが悪いのが理由の一つとして挙げられると思います。ノエルの超開花編成はどちらかというと無課金向け、神キャラ3人を使って接待するほどまでに高火力が出せる編成ではないと思います。それぞれ代用キャラを使った編成は無課金にもおすすめできる編成。岩パ編成と同様、ノエルの編成を組む上での一つの選択肢と認識しておくのが良いと思います。最後に紹介するのがこちらも少し変わり種、落下攻撃ノエル編成です。カウンの落下攻撃バフ効果を生かして両手剣キャラであるノエルの落下倍率に注目した編成。ノエル自身は一発10万近い落下ダメージを連発しつつ、フリーナ、チオリのサブアタッカーでも火力を出していきます。なおこの編成組むのであればチオリは一卒推奨です。落下攻撃がメインになるためノエルでの回復効果は期待できなくなるのですが、そもそもカウンがヒーラーであるためパーティーの安定感は上々です。編成を組む上での注意点としては、フリーナ、イエランのエネルギー確保がかなり課題になります。パーティー全体のローテーションを安定化させるためにはフリーナはセーフを持たせた方が良いかもしれません。パーティー評価として火力面はマーメイドノエル編成と同等ぐらいの火力が実現できます。ただしマーメイドノエルに比べてもどうしても落下攻撃であるため、広範囲の敵をうまく巻き込むことがしづらくなるため、より単体に特化した編成のイメージになると思います。もちろん落下攻撃自体への慣れや、先ほども言った通りエネルギー問題など解決しないといけないことも多いため、万人におすすめかというとそういったわけではないと思います。火力性能には十分な評価ができるため、ちょっと違った遊び方がしたいと思っている人にはおすすめできる編成かと思います。ということで今回はノエルで組めるおすすめ編成5選の紹介でした。今回紹介した編成以外でもこういったおすすめ編成があるようなどご共有ございましたら、よければコメントいただけると嬉しいです。また動画何かしら参考になったようでしたら、チャンネル登録高評価などよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。